Welcome to the beautiful stream. Oh, you love, yeah, I get people to watching my content. You don't want to piss off a certain somebody off. Drunk. Oh, he pisses everybody off regardless. Well, I'm live anyway, so. I have met Mr. Shakedown on this yet, but, oh well. Something that I don't know nothing about. And he knows it. So. In his little delusional world. Well, can be dedicated as much as he wants. Be dedicated in his little delusional world. I'm streaming, you're not. Hello, Cosmo. I'm in chapter 3. That well before, I mean, I've already beat the game once, so you know what's going on. Ready to make the magic happen, Majima? Let's get to work. Can't change in the blow of my cover. Oh, hey, Ray. How's it going? いらっしゃいませ。 お一人様ですか? ああ。 すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか。
構えん、待つ。ほんま、すみません。そしたら、こちらでお待ちください。よろしければ。なあ、そんな気ぃつかんでええねん。Yeah, I saw you. You're playing the crashing game. The internet crashing game. 大変お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。So, in chapter 7, you're on Majima, right? Bottle is mentioned in this little, quite a lot. Must be a drunken fucking establishment. That'd be good for operation. The shit is that dude is like a fucking lust machine. I mean, I'm not gonna fucking ask. Yeah. I'm glad I'm not playing. Fuck. I'm glad I'm not on YouTube. I've never watched a John Wick movie, Ray. Oh, kora erai beppin san ga kita na. Okini. Nomimono nani nomahari? Ona, toriaizu champagne tanomu. Hai. Kochi onegai. まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。Oh, then the grand for a few months now, so management says it won't be beaten. This month, the whole staff paying a fine. It's crazy. The heck is that about? Long as you're turning a solid profit, why stay out of trouble? Believe me, I feel the same way about management being. 正直、なんぼ同伴したって、常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちないよね。ほう、なるほどな。
それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや。わ、わすぶろ。さあ、100人くらいおるんとちゃうかな。ほんなら知らん子も多いんやろな。Yeah, it was raining yesterday. And last night. I never watched a John Wick movie.うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気でそうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんは。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さん。そののぞみっちゅう子は。のぞみさんですか。ほんま、まあ一言で言うと、ま、真面目。そのお客さんの中には銀行のお偉い。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が。ああ、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくて。あ、今の内緒にしてえな。I don't know if I should。 言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。店の中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人は。ようこそお弟子。山形。楽しまれてますか。これはこれは山形は。お弟子の支配人自ら。すまんの。ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとためはる店の支配人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵。そないなことせんでものぞみに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな。俺が説得しに来たんは、のぞみやのうてあんた。私を？俺が見たところ、この店、確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら、客層を広げんことにはあた。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにもは。いや。この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受け、さらに言えば今いる客層も決してよくはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてる。たまに若い客が来ても店の雰囲気になじめず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか。That actor, that guy Yamagata reminds me of somebody. I can't remember his name now. From a movie. 深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しい。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時、満席っちゅうことで、
入り口でチートばかり待たされた。I can't remember the name now. 中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅう。 Because he was a martial artist. It's not Jet Li, but I think he has faced Jet Li before. 普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。Or was it, Jean-Claude Van Damme? No, it was Jean-Claude Van Damme. It was one of his twin brothers. The guy was a martial arts and he faced him in the boiler room area. ホームランバッターは腐るほど。そろそろバントの出来。それでうちの4番に対してあんたはな。まずは手付けとして1000万。明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。それだけやない。今うちで教育しとる新人。若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターちゅ、そいつらから好きなの何人でも。マジマハン、あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、倉庫をし揃った将来。ええんですか、敵に使用を。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わり、あんたんとこには将来の売り上げを保証する。別に。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。交渉成立。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。好きにせえ。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お勘定頼むわ。勉強させてもらいましたからね。そらごちそうさ。ほな。Moon, don't show me no love in my stream, you. Yeah, I know. It shows love to Patrick, you see. Ray, you know. なんとか引き抜き成功や。I'm reading the chat. I'm responding to Ray. のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。So you did hear it, so you lied. No, it's not No, you're lying again, Moon. Quit lying, Moon. You need to quit lying, Moon. Moon's lying. Moon is lying. Moon, stop lying. No, you're not letting you get your point in. Moon's lying as usual. Yeah. I'm only doing what I need to do. Let's go. You see what I mean, Ray? Bisexual prick.
Oh, come on. Good reality check. I'm probably in a fucking White House from behind. Check from Patrick. Boyfriend. Yeah, you heard what I just said too. On purpose. Oh, so you're a dog? Oh, so I was a dog, okay. Moon's a dog, not surprising whatsoever. Exposing right here my stream. The guy's got a got Cutter Boy in there. Nice. Ray, congrats.
やって？A shifty eyed man, and well, it's not reptilian species. Really? Pushing the wrong button. It's part of the training. I'm supposed to be getting fucked up by him. I'm talking to Ray. Yeah, it was Moon. That bisexual prick. What? I'm trying to concentrate. Yeah, he does suck, Ray. So anyways, we will have to let them show.
He blows and suck at the same time. He likes to suck and blow. He didn't join your stream, Ray, because he's got Patrick around, you know. I usually get down when I can, you know. Well, when Ray was streaming, I did pop by for just before he ended it. You idiot! But then my internet crashed because of the God of War. But you, Moan, you made a lot of excuses. Yeah, you do, Moan. Yeah, you do. You make tons of excuses. We know you got excuses. You just made it. Yeah, that means you have excuses. That means you make them up. I know I'm good there, Ray. Moan's just a fake friend. Moan needs to act his ears and not see shoe size, you see, Ray. Moan's mic shit. I can't even talk to fucking Ray while you're. I can't even talk to fucking my viewers without you interrupting me. Yeah, it's all because of God of War. And Moan. Bag is taking too much space. Well,
As long as you don't cut your internet off, you'll be fine. You can always ask Mum to cut it for you. I don't even want to be in the fucking Death Star raid because it sounds stupid. I'm reading in my head, if you don't mind. If I read it quick, then I have to skip it. So fucking witty.
Not really, no. Shit. I don't think she mentioned this. I got omelet rice. Oh, well, jig is up.
Okay. Please. Thank you very much. Oh, that torture.
待てや、マジマ。ああ、誰や、お前。オデッセイのもんやって言うたら。オデッセイ、望みの引き抜きなら支配人が納得しても俺らが納得するか。無理によってうちの。あんた、お客様は神様や言うて客夜の帝王かなんか知らんが、情けない話やで。そんなに金客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。ん、お前らの言う通りや。ああ、お客様は神。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めたるわ。せやけど客やないなら話は別。まして剣大層な口聞けんのも今のうちや。かまん、やってまえ。I'm going against some lap dogs, you know. They're going to kiss my toes, and they've mentioned begging. Yeah, I'll be it. したかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもした。ただその後どうなるかは保証せんぞ。Smoking is sin, Majima. Smoking is a sin. He's smoking. Sounds like what Witty would do. 俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。 Yeah, he like does that every night. Chapter 3 done.
I think so. Every little helps. Proof of resolve. That was like my Majima from the other one. Oh, Yodai. Oh. マガイモンは一切なし。堂島組経由で仕入れた昇進証明の本門や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発発射できる。36発。相手は上野義春と。その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか。柴田担当直入に言います。今日の上野義春の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。Problematic. 予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば道島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。マジマさん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうんか。このまま見殺しにせえっちゅうんか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏が。 And all this cutscenes as well in Yakuza 4。 俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。マジマさん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそんな。Why am I playing Yakuza Zero then? If this is flashback. そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい。Oh, it's like a memory. Number four should have been the first one, then, in a way. You disappoint me. I know. Saejima はどうなったんですか。教えてください。He does.You probably face him in the future. I'll be begging to die if I saw Calibre in real life.Oh, he'd be begging to be killing him. Kind of boy. He'll be begging. Oh, please don't kill me, Kevin Daddy!
Oh, it is his dream. Oh, he knows now. Get out of here, lapdog. I'm okay. Oh, you're back? Okay, my girlfriend called me. Throw him in the river. Never mind, karate chop him. Poor guy, didn't know how to swim. Yeah. Welcome back, right away, bro. I'm too busy focusing. I'm on the next chapter now, so. Well, I could have done it on my own too. You only gave me advice, you didn't help me out to beat the bleak people. Yeah, advice, that's why you're giving me advice. I ain't gonna mention anything about that. Well, we don't want to hear you anyway. Unless you're actually gonna admit what you're doing.
Well, that we know that's not the case, so. What are you talking about? Oh, nice. Nah, I don't really keen on war, much war games, to be honest with you. Unless it's campaign war games or whatever.支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。The owner of what? 何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。Cut! Cut! There's a cut reference. You think you can cut out the work from work? A second?Oh, shit. Don't cut yourself. Like you said, somebody would. Yeah, I'm not sure. 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 Well, you can't help it because you got that cosmetic virus.It's very contagious. Sorry, it's very contagious cosmetic virus, no telling.Why come in and then I gotta leave again? Shit. Oh, fucking cosmic. Why'd you have to say that? Cosmetic virus lounge. CBV. Men in black. This is what you look like, color boy, when you go into a funeral.He don't care. You know that.
I'm had enough. I'm sorry. It was an operation. Operation's wife. You know what's funny? Because he brings up my family, so I'd like to bring up his, so... Something that you know nothing about, color boy. Well, he didn't want to threaten to rape Harry, so... って言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。Yeah, by blocking us.大将、こいつにも適当に見繕ってやって。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめ。金ってのは一体何なんだろうな。お。Majin, try to be steady with your alcohol, whatever that is. That sounds like alcohol. Yeah, gotta be careful. You wanna manage your alcohol, Majima. Fucking Jessica Pika's birthday as well yesterday, apparently. Nanda, Saisha no itpai ki. Anta ga yoko ni otte kimochi o nomeru. Mo 2年にもなるか、お前との付き合いも。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れずなぶり殺しにされ、お前は穴ぐらい切っていう、その最悪のケースを。だが穴蔵での拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。
耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴蔵に落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴蔵から出たお前は波紋も絶、そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、敵として。Punch? Did you punch a wall? Except from his brother?なんでそんなに回りくどいことをしているのか。It mentioned punch. 奴の目的は一体何だろうな。さあ、俺が聞く。案外理由は単純で、ただ単にお前のけ。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんなバスに耐えつつ。冴島大吾、お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってた。18人殺しの冴島大吾か。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃、結果相手組員18人を射殺した。登場会の生ける伝説、こっちでも随分話題に。けどその冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場会の復帰を望んでる。そこがわかんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。俺を殺しにな。殺しに？いや、なんでもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな苦と。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟、登場会に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要が。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってる。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんだよ。 You're a grown ass man. You sound like operation. まあいいや。お前が俺に言われて素直に入って。 He said you're a grown ass man. It sounds like operation. じゃあ。 Now he mentions cut. お前、人を一人殺せるか。 I swear this is operation right here. It is more like operation. なんで俺がそんなこと。言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。そないなことせんでも俺は店の売り上げ。お弟子生から望む。もう知っとんのか。けどさ、もし俺がお弟子生に連絡すりゃその話、今からでもなかったことにできるんだよ。It's I turn into Arthur. なんやと。まあつまりお前の未来は金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ俺にと。誰をやればいいんよ。ま、誰やそれ。知らないかな。最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春。牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げた。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。その牧村って男は。それを調べるのも仕事のうちだ。
牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら。テレクラで牧村の息のかかった女を探す。仕事の期限は2日だ。それもしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが18人殺そうが成人を殺そうがクズを、やった瞬間真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで、あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ、食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村、I used to find Magima, whatever his name is. Why do I have to wait till tomorrow? Can I do it right now? What was them? Them cards you find lying around. A lot. I'm trying to find. I did ask you a question, but I didn't know you was there. So I picked up a card lying around. I don't know what it is. So you know what I'm on about. That you like flying line around the map? Yeah.
we go. Long call. 9 minutes later. An hour and a half. Oh, hello. どうもこんにちは。俺。うち。あっこちゃんか。何や、元気なさそう。せやけどめっちゃだるいんやもん。久々に学校行ったけど。何や自分、ひょっとして。うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、おなか元気やな。飯おごってくれたら相手は誰でもええんや。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さん、や、五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？うん、うん、うちそういうのちょっと興味ある。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち、絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に追って生で見せてもらったりすんね。ハンニャや。え？俺のせいにはハンニャが入っとる。そうなんや。ところであっこちゃん、俺からも。ん？何？牧村誠って知っとるか？ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あ、それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいなあ思っててな。あこちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか？ああ、もちろんお礼はするで。絶対アッコちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら、岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好して？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐわかると思うで。わかった。ほな、今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。Oh, hell no. Hell no. Fucking get off Brian, Absha. Go away, Brian. Fuck off Brian, Absha. Fucking, you want to show your fucking body? You show your dick and you show your ass on stream? I don't want to see you. I wanna skip this. I don't wanna see Brian Absher fucking butt naked.
No, we're not bears, motherfucking phone. Get the hell out of here. Yeah, I'll fucking pass. I need a drink. See that ugly mug. Well, you're not getting any highs looking like that shit. Oh, shut up, Jimmy. Let's just end this now. Fuck's sake. I'm gonna get nightmares after night. I don't care. Let's end it. Shit, I got a girl I want to meet. I don't want to see Brian as a fucking... Fuck off. Go to Connor by stream, show his ass on there. That'd be more interested in fucking that shit. Shit. Fuck, I don't want to see him. He'll fucking give me nightmares. Oh shit, I don't even want to fantasize that shit. Wow. Once is enough in a fucking club. やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええてサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒。うちの考えすぎか。来ないアホ。例の。なんでもない。優しそうな人で安心したわ。ほな、早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえ。お茶？そしたら、飯にしようか。何食いたいんや。うち、お寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら、予算5万くらいないと話にならんわ。ゴロ。I hope he's not a fucking substar, like. Fuck. I'm definitely not fucking doing this substar, he can fuck himself. Wow, you one slow ass fucking pain in the butt. No, wrong way. Fuck, I hope I don't have nightmares after tonight. 何握りでしょう。ほな、1万くらいでお任せするわ。あと、今日のええとこ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん、飲まへんの？一応、仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃんの話、聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この店よう来るんか。まあね、最近は割と毎日。
毎日？なんや、そないノルマ厳しい。ノルマ？そんなあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこ。いやいや、バイトっちゅうことは、つまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。聞いた話やと、女子大生にテレクラで男捕まえさせて、その稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。はあ？誠さんはそんな人。うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかして。当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら。あ、そら、はい、小肌。ああ、美味しそう。ほな、いただきます。This character reminds me of Kelly Bacchus. お題はこちらになります。ありがとうございました。ごちそうさま。おお、ほな行こうか。腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うち今度はどこ？ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあ、ほな、ほな行こか。あ、ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから、五郎さん代わりにやってや。あ、ま、誠さんのことじゃないな。I get wed. Congratulations. ほら、取れたで。これが欲しかったんやろ。ブライアン・アプシュ。Yeah. ブローさん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村さんのことなんやけど。このようなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて。ま、それもそうやな。
Oh no. ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな。いつの間に予約しとったんや。人の金を思って好き勝手してくれるの。文句言わんの。連れてってくれたらそこで待つ。ほんまか？もう。早いこ。I have to go to a fucking disco. You're killing me, lady. You like Kelly Barker fucking making me do shit. I don't want to do this anymore. Well, Fred, I'm a dancer now. Shit. Yeah, this is the last one as well. Not yet. How do you know it's a secret then? Before I do, I'm going to save.
痛いわ。なんかめっちゃ言うても2人で来たってしゃあないやろが、こないなとこはもっと大人数でシャンパン開けてパーッと楽しむもんやで。そんな友達おらんもん。そうなんか。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、おってもその子今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段から連絡取って遊ぶような友達とちゃう。せやからみんな仕方なく街で男捕まえてホテル泊まったりするけど、やっぱり危ないことの牧村誠っちゅうやつは、そないな行き場のない子が夜の街で妙なやつに悪さされんようにし、せやけど中には危ない客もおるやろが。せやからそないな人に会った時はすぐに誠さんのポケベルに連絡入れんねん。そしたらすぐに飛んできてくれはるから。あ、そういえばさっきもそないなことを言うとったな。巻き強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう、そら、あ、うち踊ってくる。なんや、ビップルームはもうええんか。ディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。うちお酒飲め。そういうとか。もうカモン。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこ片っ端から張ってたらいつか会えると思ってたわ。な、何？うちに。とぼけても無駄やで。この前の礼さ、俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行くころやっちゅうときにごっつい男呼んで俺をボコボコにしてくれたやん。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に睡眠薬混ぜてたの。そんな男についてくはずないやん。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら呼んでもかわ。なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ。自分もこの天の。何勘違いしとるんや。俺はそない女の。なんやとよ。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパしたいんやったら、ドンスでええとこ見せたらええよ。今から俺が手本見せてやるさかい。そこどいて。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない踊りたいんやったら踊らしたるわ。ただし俺らの。おう、表出ろや。
とこんなもんや。せやけど男を出し今たまたま俺がおったけど、いつでも例の牧村藩を呼べるとは限らんやろ。言うても誠さんいつもすぐ近くにおるからな、読んだらほんますぐ来てくれ。そうなんか。誠さんな、普段整体師やってはるの。承服ほんまか。そしたらそこ行ったら本人に会えるやろか。多分な。あこちゃん、今日は大きにな、ほんまに助かったわ。ほな、こっから。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。五郎さん、ええ人やから特別に教えたけど、ほんまは誠さんのことな。わかってるわかってる。せやけど。そらそうやん。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも、案外下心あってのことかもしれへんや。そんなん絶対ないって。Peace some douchebags. Now I'm going to meet the man himself, the guy. It was okay, it was pretty fun. That's all I can say. もしお客さんの中でコウモリの入れ墨をした男の人を見たら、いやいや、ポテト。コウモリの入れ墨をした男。うちも詳しくは知らへんけど、マコトさん、ずっとその人、マコトさんから何か頼まれることなんてそれくらいしかないから、バイトしてる子はみんな協力して探してる。なるほど。それで最初、俺が入れ墨しとる言うたら食いついてきたんか。そういうこと。女を使って男を探してる。あ、あかん。そろそろ次の人と待ち。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。バイバイ。たまにはうちに帰れや。気が向いたらな。I think I've got a big battle, I think.I'm a one inch. I'm a one inch and I get this guy. I ain't seen ITB around yet.
Fuck, man. Like, I just move 1 inch and I fucking get enemies right fucking beside me. Fucking killer boy. Can I move now? Shit. Well, I just barely fucking had two cutscenes. Barely fucking moved. Lapdog, I'm gonna beat some lapdogs in. Majima is trying to fucking stealth his way in. Oh no, why you had to have a knife? Why Majima has to have a knife? You acting more like Killer Boy. I'm starting to not like Majima now, since he's all holding a knife like a certain somebody would. Yeah, but I don't want him to hold that knife, it's very sharp. Yeah, okay, whatever. Whatever. こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。すみません、誰かいらっしゃってますか？なんや、こいつ、目が。もう、ドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。まあ、poor lady, she's blind.
よ客よって来てやおい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え、 You mommy thisOld lady reminds me of Kelly Bach, who's always crying a lot. 治療されるなら早く予約をされた方が。え、あ、それはもうええや。ほな、まだな。I wish you didn't have to cry so much, though. ちゃ、ちゃう、違う、言うとやろうが。ほな、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。Reminds me of you and your sex life. お客さん、本当に凝ってますね。あ、ああ。こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事？俺は。内緒。あ、ごめんなさい、余計なことを。気にすんなや。ただ好きでやってる仕事とちゃうからな。あ、そうですか。私も。せやな。私、お客さんから仕事のこととか、まち、お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体が。Am I here for a massage that was supposed to be killing the other guy? ここの店長ってのは。店長ですか。そうですね。何や、その見た目はっちゅうのは。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれ。その何や、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長。いや、そういう。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返しが起こることが全然ないって、すっごく。ゴッドハンドっちゅ。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を大、整体師としてもそうですけど、人間としてとっても。ふん。それに救われた。とにかく店長は全然怖くないですよ。私見たことないですけど。おいおい、さすがには。
ちゃんの話聞かせてくれ。そうですね、展示の本を読んだりもします。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところや。でも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話を。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか。私がですか。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんです。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。お仕事好きじゃ。うん、そうなんですか。じゃあきっと店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店。You need to remember that too. Hey, I make them and come to life too. That's what I said, you need to remember it. You haven't even streamed for a long ass time. お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん俺は。いらっしゃい。ほう、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。そない体痛めつける仕事っちゅんも興味ありますな。あれ、店長ハリーですか。それ、はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私針やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や、それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。
You sound like Operation right here. Hayo, dos tottara dou ya? Katame no anchan. Kouyu joukyou mo narekko chuu wake ga. Who you? Makimura Makoto san yo. Sonna mae doko de kiita n ya? Oh, Patrick. Yeah, you called it Patrick. You even mentioned it a while back. No, you called it Patrick. Patrick. Anyway, boss fight. It's still Patrick. Patrick. Cut you a deal and turn into quiet, and I'll let you walk away. Cut. I'll give you God, I'm gonna beat the shit out of you. How about that? Massive, man. Come on. Yeah. Come on, Operation. I'm operating on your ass. Yeah, take that, Operation, you don. He's punching a wall. I made him fall down in a few minutes. Yeah, take that, Operation. Sorry, Operation. の鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。Who the hell is Bozos?やっぱり真剣なチンピラかい。
ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え？リーやと？何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ？何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと？あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、な、何やと？おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか？おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。うわっ、すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい、はい、ああ、何するの。離して。おら、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。それがどないした。中華はあれ何もんやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや、ボケ。前あんたも死んどき。Cat beating without a weapon.な、何やと？あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。おう、やったれ。Wow, one bullet and I'm fucking dead almost.
いついたで。なんやわれ、邪魔すん。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへん。くそー、この辺。いや、really? I get a cutscene, I'm dead. Oh, yeah, whatever.後や、とにかくここを離れるで。No shit. Alley. Nope, there's a guy in the fucking alley. Ah, I could do much. I'll probably beat this shit up. どうしたの？ちょっと待っとれ。
Is that fool gone? Why not, bloody move slowly? This is gonna be difficult, this bit. I think I should fight them to the end now. Fight these idiots. He came back just bad timing. But they're not that difficult though, even on normal. あなたは誰なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ待っとれ。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。いつまで逃げるの？もうすぐや。喋ってると下噛んで。Hi, Samantha. Sorry, I'm a bit concentrating right now. I'll be ending it soon, though. As soon as I get to the next bit. And save. Yeah, I know why he called himself Mooney. I'll just show his ass. Especially for Patrick's around. Well, you replied to me, you've already been responded. You know, yeah, so do you, Patrick. Me, because I killed his ass. Shut up, Moon. See me? I'm behind a fucking pole.
Wow, there was it. Well, I might as well head down here because it's an easier way. Yes, I was thinking in that way. Cut. Why are there always so much cuts in this game? Hello, Flem. NK, how's it going, bro? Makoto-chan, saki nigashitemo ee de. Douse, sono kawari, koko de omae wo kakujitsu ni bukkorosu. Sore kara yukkuri to Makoto-chan tsukamaete, tsurete ikasete morau! I'm starting to get on my nerves now. I'm good. You sound like fucking witty, then it fucking shuts up. Bad up! Why, you might punch it. Is that what you said to Patrick? I'm not ruining it. I don't like getting that out of you. I want answers, god damn it. Trying to win a war here for that knife storage. You really think she looks alright? She's humping his leg. I bet Moon does that to Patrick. Yeah, that's what your Patrick would do to you.
Oh, let go of me, Moon. Please help me, Moon. You're not gonna kill her. Alright, chapter 4 done. Chapter 4 done. Congratulations. I know. Yeah, because you're learning from you because you love Patrick. So you mean to say I'm inspiring, so you learn that trick from me? No, because I'm copying you. There's a difference. Shit. Mo, shut the hell up. Shit. Yeah. Back to the cutscene. Anyway, it's annoying, isn't it? No, it's still the same thing. You annoy me, so I'm annoying you back. I'm an honest living, shut up. What chapter are you on now? Still on 7? I'm at 5, so. I'm an honest and authentic person. Yeah, you should tell yourself that. No kidding. So let me get this straight. その件について、とりあえず連中に任せるしかねえか。
だから不動産は空の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな、もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。お前が肩着の仕事するって。ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。だが服極道丸出しや仕事に何年だと、真っ当な肩着に見える。ああ服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服安心しろ、そんなに期待しちゃいないだって。お前なあ、それが一人待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏の。中道通り裏？そ、新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえず贅沢は言わねえさ。I think, let me save, and I'll end it, because I need to go shop. So anyway, I'm catching you later, Moon. I hope you have a good day in there. Try not to cut yourself.